はい、皆さんこんにちは、ドローン博士です。本日はですね、こちらのドローンにプログラミングを仕掛けて飛ばしていくという斬新なことをしたいと思います。じゃあそれではですね、こちらドローンなんですけれども、これ名前山田くんです。わー、パチ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 、1万円です。1万円の山田くんです。はい、今日は山田くんにですね、プログラミングをするんですけれども、プログラミングの、こちら iPhone でできるんですね。いやー、世の中はもうすごい文化になりましたよ、もう本当に。で、どういうことをするのかと言いますと、こちらまずドローンをですね、電源をオンにします。山田くん頑張れ、えい、おいって、あ、できましたねこれね、これはちなみに、充電は90分で13分間飛びます。約、まあ、1万円ぐらいなんで、まあ、そのくらいですよね。で、電源をつけた後ですね、Wi-Fi が、これ電波が飛びますので、ここに電波を飛ばして、これで iPhone の Wi-Fi で、テロってやつですね、テロ D8F913 っていうのをクリックして、これ繋がりました。今こちらの iPhone とこちらのドローンが繋がっている状態です。で、ここからですね、アプリをダウンロードします。テロエデューという、これプログラミングのアプリですね。これです、これですね、こちらです。で、これ今ダウンロードしましたので起動してみましょう。起動しましたら、まあ、このような画面になります。これ画面になるんですけど、この段階では、ここまで、これだけで操作できます。で、一回やりましょう。そうですね。なので、ハエの音ですね、今。いっぱいのハエの音が。ある程度下まではね、これいけない設定になっております。こんな感じで、ただセンサーが内蔵されているんですね。そしてよいしょ、一回離陸しますよ。離陸しましょう。よいしょ、ふう、成功です。で、こっからですね、プログラミングです。まずはここからこう飛ばして、こう行って、ここに下ろすというところまで行ってみましょう。これがね、プログラミング。今はプレイモードだったんですけれども、ここですね、これここです。ここにモーションとかいろいろあるんですよね。これモーションとか制御とか変数、演算、検知ってあるんですけど、まずモーションで離陸、これをタッチして、ここに持ってきます。タップしてスタートってところに持ってきますね。これですね。そしてこのモーション離陸した後、上と前、上前、上100センチ、前100センチってあるんですけど、前100センチを置きます。そして前100センチ行った後、これモーションで、着陸ですね。着陸と。という感じですね。これで成功するのかどうかやってみます。なんか他にもね、なんか加速とか最高温度とか高さとかいろいろあるんですけれども、まあ、プログラミングっていうのは、まあ、ここのコンピューターから、まあ、ドローンとかに、これをやった後にこれをやってください、これをやった後にこれをやってください、まあ、その命令の言語ですね。これプログラミングソフトなので、まあ、すごいなんか難しそうに考えると思うんですけれども、結構簡単なので、ぜひぜひやってみてください。じゃあそれではね、本番いきたいと思います。あちらからこちらに。それでは、スタート！こちらね、タップしてスタートって、このボタンを押します。このボタンね。えい！お！さあ、あれ、
あ、動いた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 。全然画面のところに。あ、でも、無事着陸しました。あ、その1メートルの高さだったので、1メートルの高さだったので、1メートルのこういった形だったので、ここまで、いっちゃった感じですね。ただ、実際に、プログラミングは成功したということで、拍手ですね。他にもですね、いろんなこれね、機械に技があって、これ今、低ロードのエデューっていうソフトだったんですけれども、1回転するやつとかもできるみたいなので、ぜひね、皆さんも、このドローンでね、プログラミングをやってみてください。こちら、DJI のですね、ドローンですね、テロドローン、12,800 円かな。ぜひぜひやってみてください。他にもですね、こちら私ドローン博士はですね、出張ドローンパフォーマンスだったり、ドローン教室だったり、ドローンプログラミング教室だったり、いろいろやっておりますので、こちらホームページの方もぜひご覧ください。じゃあそれではまたチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。